皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。今日は串谷のウィンターグローブ、ここに5種類ありますけども、どれがどういう性能があってどういうライダーに向いているのかご紹介していきたいと思います。まずはすごくシンプルに話しましょう。こちらになるのがインナーグローブになりますので、この一つだけがちょっと別枠と考えてください。これをまず装着した上で、その後このグローブ上にはめる、そんな使い方できるんですね。じゃあこっちの端から、雨の中でも走りたいということであればこの一層にしてください。次に暖かさをとにかく追求したいという方はこちらに来てください。ちょっと冷えてもいいかな、それよりかは操作性を優先したい、スーパースポーツや大排気量マシンに乗っているならばこちらにしてください。あるいはもう街乗り、通勤通学といった短い時間の中で何度もグローブの脱着をするというのであればこちらになります。さあ、それではまずこちらの端にあるのが少し変わり種なんですけども、ウォームインナーグローブというものになります。こうぴったりとかなり薄手なグローブになっているのが見てわかりますよね。まあ、これ単体では寒い真冬乗り越えることはやはり難しいです。このインナーグローブを使って、その上にお好みのグローブを重ね合わせていく使い方になります。こちらになるのが GP ゼストウィンターグローブ。薄手のグローブで操作性は抜群な代わりに、暖かさだけを比べるのであれば、この隣にある2つには劣る部分が出てまいります。ところがこのインナーグローブを中に仕込むことによって少しだけ暖かさを足すなんてこともできます。このインナーグローブが特に活躍するのが、私もそうなんですけども、手汗を特にかく方だとすると、インナーグローブを使うことによってこっち側が濡れたとしても、こういったアウターのグローブは非常に滑りよく簡単にスルッと、こういうふうに脱着がとてもしやすくなるんですね。ですからまずはこの4つをベースに考えていただいて、あとはまあ手汗をかくのか暖かさが足りないのかっていう状況でこちらを足していただくと非常にイメージがつきやすいんじゃないでしょうか。こういった伸びる軽い生地で非常に使い勝手がいいんですね。暖かさを追求したいのであれば、こちらのバーシティウィンターグローブ、こちらを考えてください。こちらが串谷のウィンターグローブのラインナップの中で最も暖かい一層になります。実は操作性でいうと手のひら側かなり薄くできているんですね。暖かいグローブを作るためには何層にも何層にも生地を折り重ねていて、かつ綿をたくさん入れて、そうなるとさすがに操作性を犠牲にしてしまうことになります。また昨今のバイクはノーマル標準装着でグリップヒーター、グリップウォーマーが最初からついているケースが非常に多いですよね。というところでどのグローブにしてもそうなんですが、この手のひら側の中綿というのは最小限にしてある、あるいは入っていない構造にして、グリップヒーターの熱をしっかりと感じられるようになっています。ですが走行中、外から正面にぶつかってくる冷たい風をいかにグローブの中に入れないか、何層ものレイヤー構造にすることによって隙間風が入らず冷気が中に忍び込まないような構造をとっているんですね。また指先を見ていただくと構造が独特なのが見てわかるかもしれません。こちらが外縫いになっていますので、縫い目が指に当たることなく、そこで指が痛くならないようにこういった外縫いの構造をとっているんです。まあ、そんな暖かさを最優先としながらも、手の甲側でナックルプロテクターが中空でこう動いているのが分かりますでしょうか。プロテクション性能もきっちり持ち合わせいながらも手を自在に動かすことができるバーシティウィンターグローブ、こういった選択肢もあるんです。雨でも臆さずどんどんと走っていきたい、そんなライダーの方はこちらのアウトドライアドマイヤーグローブを選んでください。アウトドライ製法を採用することによって、グローブの中にとにかくいかに水を入れないかというところに注力して作られたグローブになります。外からの雨は中には入れない、だけども手の蒸れは外には出したい、そういうふうに非常に難しい特殊な構造をとっているんですね。手の甲側にはこういったレザーを使うことで、レザーならではの伸びやかでかつ強度の高い素材が使われています。指は曲げ伸ばしをする都合がある以上、ここにアコーディオンパネルのようなこういった構造をとっていますので、シャーリングのおかげでこういうふうに指が簡単に曲げられるわけです。手のひら側に関してはかなりシンプルな構造をあえてとっています。メンテナンス性に優れた人工皮革スウェード調の生地を使っていますので、前面においてグリップに対する対引っかかり対摩擦が非常に強く、どうしても隙間から手のひら側にも水はついてしまいます。
そういった濡れた手のひらでもレバーをしっかりと握れるようにこういった素材が使われているわけです。でまたあえて中にナックルプロテクターも入れているんですね。ですがハードタイプではなくてソフトタイプなものが中に入れられていますので、手を握り込んだ時でもそういった異素材のプロテクターが拳を痛めることなく、ストレスなく、軽く気軽につけていただくことができます。次が通勤通学といった毎日気軽に使いたいグローブです。レイブンウィンターグローブ、かなり見た目からもカジュアルなデザインになっているのが分かりますよね。単純にグローブを1日の中で何度も脱着をして気軽に使いたいのであれば最も気楽に使える一層と言えます。ですがその中でも手の拳部分にはプロテクターを内装中に入れてあります。手の甲側、万が一の際には最も手をついてしまいやすいところには滑らすためのパームスライダーがついています。でそしてグリップを引っ掛けてくれるための異素材がここにも使われているわけですね。またグローブを装着した状態でもスマートフォンの操作ができるように電動比較が使われています。まんべんなくオールマイティにそれなりに全てができるというのが日常のグローブとしては最も必要な性能ではないでしょうか。さあ今回は串谷の冬用のグローブ5種類の中からそれぞれに役割をご紹介してまいりましたが、皆さんのお好みに合うもの、ご自身の走りにぴったりと合うものはありましたでしょうか。おそらくは手の形や乗っているバイク、走り方、走る場所、時間帯によっても大きく条件、要件は異なってくるかと思いますが、このラインナップの中から皆さんの最適な一層をぜひ見つけてみてください。